皆さん、こんにちは。京都府立城南陵総高校です。少し陵総の紹介をします。私たちの学校では文武両道を目指し、多くの部活動が練習に励んでいます。野球部が夏季大会京都府ベスト8に輝きました。さらに弓道場、閣議場などの施設、生徒が快適に勉強できるスカラールームやデザイン性の高い図書室も設備されています。それでは早速宇治に行ってみましょう。レッツゴー。宇治橋に到着です。ここ宇治川では春の桜プロジェクト、夏の鵜飼など季節ごとに様々なイベントがあります。他にも宇治には JR 降りてすぐの茶壺ポストや源氏物語の紫式部、また島周辺の橋の中で一番存在感のある朝霧橋、世界遺産の宇治神神社があります。そして宇治で働く外国人の方にお話を聞きました。早速インタビューしていきたいと思います。宇治の良いところはどこですか？宇治の良いところですね、いっぱいありますけど、まずはお茶ですね。やっぱり宇治というのはお茶ですね。日本の静岡とかね、どこでもお茶ありますけど、宇治はね、小さいですけど上等のお茶、高級のお茶はいっぱいあります。彼はスイス出身のトビアスさん。テレビなどにも出る人気者なんです。彼が働くこの神林参入店は500年前から続く名店で、千里宮の友人もよく通ったと言われています。さらにあの豊臣秀吉や織田信長も神林参入店の茶に惚れ込み、感謝状を送ったそうです。宇治といえばやっぱり抹茶ですよね。そこで中村藤吉本店にやってきました。早速入ってみましょう。約160年も前から続く中村藤吉店、現在もなお多くの人々を魅了し続けています。抹茶やほうじ茶をふんだんに使用したメニューが盛りだくさんです。では早速実食してみましょう。いただきます。おいしい。めっちゃおいしい。そして宇治にはこの10円玉の裏に描かれた平等院鳳凰堂があるんです。平等院は世界遺産の一つであり、毎年たくさんの観光客が訪れる大人気スポットです。宇治にはまだまだいいところがたくさんあります。皆さんもぜひ宇治に来てみてください。バイバーイ。